吉田さん、こんな言葉聞いたことないです？まあ本当だったらこうなんだけどねとかね、本来ならこうするべきなんだけどね。で結構まあ本来じゃない、いわゆる嘘で生きている、そっから生まれてくる言葉じゃないですかね。いや本当だったらこういうふうに生きるつもりはなかったんだけどねとかね、本当だったらこっちを選びたいんだけどねとかね。まあ一つには本当に乗りたい車を乗ってるのかなっていうところがあったり、本当に食べたいものを食べてるのかなっていうところがあったり、本当は今日はこれがしたいんだけども仕方なくこうしてるっていう風な現実があったりとかね。そういう風に本当は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 って重ねた向こうに何があるかっていうと、気がついたら本当の自分の人生を生きてなかったなって、仕方がない瞬間の繰り返しで10年経ち、30年経ち、50年経っていたんだなっていう風な取り返しのつかない人生を作り続けているのがその正体なんじゃないかなと思うんですよ。いや私はね、これからのことは分かりませんけども、とりあえずここ10年ぐらいは思い通りに生きてるなと思うんですよね。もちろん自分の思いってのがそれほど大それたものではないから実現できてるところがあると思いますけども、とりあえずはやれてるなとか思うんですよ。だから本当はこうなんだけどって言葉が出ないですね。本当の人生を生きてるなと思うからなんですよ。でその要素としては、例えばアフィリエイトを攻略したとかね、 FX で稼いでるとか、暗号通貨が当たったとか、自分の速稼塾っていうコミュニティがまあまあうまくいってるところがあったりするんですけども、とにかく自分の思いをうまくさせれば、うまくいかせれば、その向こうにあるのはもっとうまくいく現実であり、で仮にうまくいかなくても踏みとどまってね、そっから軌道修正するために諦めなければ、なんかその結果は残せるんじゃないかなと思うんですよ。で最近ね、やっぱり私は格闘技のブレイキングダウンを見たりとか、 YouTube で、あとはカンフーの映画とかを見るんですけども、こういった格闘技の達人ってのは生涯戦ってるんですよね。で私たちは別に格闘技で戦ってませんけども、何かをやり続けているんだろうなと思うんですよ。その何かの向こうにあるのが、自分はこれをやり通してきたなっていうところなのかなと思うんですよ。じゃあ自分はどんなことをやり通してきたのかなと思った時に、やっぱりやるやる詐欺ではないですけどね、やっぱりがっかりするのは、熱心に申し込んできて実際にはお金を払ったらやらなくなるっていう現実なんですよ。私も商売ですから、お金をいただくところまではやっぱ嬉しいですよ。でもお金を払ってやらないっていうのは嬉しくなるのは何ともないですよね。何を考えてその大切なお金を払ったんだろうか。で信頼してくださった、だからお金を払ってくださった、そして私もやってくれると信頼してくれるから、その人に商品提供したりサポートの時間を割くのに、結局はね、いつの間にか去っていくんですよね。で吉田さんと同じように、だからこそ分かることもあります。多くの人はやり通さないんだなってことです。だからちょっと頑張ったらどんな道でもそれなりのところには行けるなっていうふうに今思ってるんですよ。これは特に人を舐めてるわけじゃなくって、だってね、やめるんですよ。やめるんだよね、どんなことでも。自分から、誰も邪魔してないのに。特に金持ちになるなんてのは誰から見ても大歓迎じゃないですか。日本人の中で金持ちが増えれば増えるほど日本の景気は良くなるから、みんな喜ぶはずなのに、なぜかね、みんなの景気が悪いから自分も儲からないっていうふうに思っちゃってるんです。これ逆ですよ。世の中で稼いでる人が少ないから自分だけが稼げるようになるわけですよ。みんながね、月収100万だったら自分の月収は50万になっても儲けてない方になるでしょ。でもみんなが今手取り14万でやってるっていうところで、自分だけ、ね、手取りが30万とか50万だったら、なんかお金持ちの方じゃないですか。でお金をたくさん使うと周りの人も喜ぶみたいな感じでいい流れが起きるし、どうやって自分が稼げるようになったのかっていう風なノウハウもまたね、人の役に立てると思うんですよ。まあそんな感じでね、過ぎていく時間がもったいないなと思うわけでございます。あなたはどんな日々を積み重ねますか？じゃあいってらっしゃい。